日本東京都多摩市ひじりが丘ひじりが丘は東京都多摩市の地名。現行行政地名はひじりが丘1丁目からひじりが丘5丁目。郵便番号は206-0022。多摩市丘陵部に多摩ニュータウンの第四重区として造成された地域にあたる。開発主体者は旧住宅、都市整備公団で集合住宅と小建て住宅双方で構成され。 ひじりが一丁目には、都営住宅や、土地区各整理事業地区が存在するが、2.3、4.5丁目も、用地の用途面積比では、小建て住宅主体として計画されている。広い面積を持つ公園を複数用した環境が、特色で、植栽を伴う歩行者専用道路、ひじりが遊歩道が、住宅地を南北に貫いており、南に配置した、多摩東公園。 馬引き沢南公園から北に配置した大谷湖公園までを結び、その中途に小中学校等の学校施設及び近隣センターが配置されている。この近隣センター内には住民サービスを行う商業、医療施設と図書館施設等を含むコミュニティセンター、ひじり館がある。ひじりが丘3丁目にはニュータウン開発以前からの住宅地、 東武団地を包含しており、近隣には都立桜ヶ丘公園やひじり丘緑地を配置している。自然環境が多くが残されているため、タヌキなどの野生動物が生息している。ひじり丘四丁目にある多摩大学及び附属高校に隣接して、多摩市における最高標高地点となる天皇森公園があり、ここからはスタジオジブリ作品のアニメ、 耳をすませばの舞台、桜ヶ丘や富士山を眺望することができる。また矢沢愛先生の、天使なんかじゃないの舞台になった場所で、昔のファンなどが憧れで引っ越し、若い世代などからの支持が厚く高級住宅街で知られている。旧大技連行時給料部の三輪高台に玉、ニュータウンの第四住区として造成され、1984年に入居を開始した。 新住宅市街地開発事業区域である。ひじりが丘の命名者は、篠塚秀吉。2010年、商店街のスーパー稲毛屋が撤退を表明。契約処房の店長を中心として、各自治会長を会員とした、近隣センターを考える会を立ち上げ、稲毛屋の撤退延期と誘致に対応した。結果、ユアーズが稲毛屋を引き継ぐこととなり、2011年4月にオープンしたが、 半年で撤退。その後も活動を続け、2013年9月、ビッグ A を誘致、営業を開始した。2014年7月から駐車場の増設工事が行われている。2015年7月ひじりが丘近隣センター広場に設置されている多摩市広報課の掲示板について、老朽化、広場の効率化を図るため、ビッグ A 駐車場に面する場所へ、 移設工事が行われる。これにより、盆踊りなどの際には、広場のより有効的な活用が可能となる。2018年1月1日現在の世帯数と、人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。中イコール、多摩市の区分では、外区公園を児童公園に位置づけている。ありがとうございます。